男性部門ノミネート者にはエクシトへの献金体重やキング・アンドスの流瀬角と平野市要、さらに嵐の松本潤も選出。第38回ベストジーニスト2021の一般選出部門のノミネート者が9月17日に発表されネット上では好意的な反応が相次いでいます。 今回の選考方法は以前とは大きく異なり、一般消費者の自由投票から、2000人の10代から50代の候補者の中から、最もジーンズが似合う有名人、オヒアリングし、ノミネート者を決定しました。男性部門ではエクシトへの献金退寿、キング・アンドピスの長瀬角と平野市要、嵐の松本潤、 サマーズの三村正和、俳優の横浜流れ星がノミネートされました。女性部門ではラキユーコ、池田美優、滝沢カレン、中村アン、山本水木、米倉涼子がノミネートされています。一般投票は今月末まで受け付けています。昨年の男性部門では歌手のジェジュンが1位を獲得しました。 2位にはジャニーズ JR トラビスジャパンの中村アマ、3位は何話題したか橋京平、4位にはスノーマンの宮舘亮太、5位には長瀬が続きました。また、中間発表ではこれらの他にもジャニーズ性が多くランクインしていました。過去にはジャニーズファンによる組織票が問題視されていたため、主催者側が改革に踏み切ったのではないかという指摘もあります。 その結果、ジーンズ姿の印象が強い三村や、ジャニーズではないケンキ金ンや横浜もノミネートされました。ネット上では、運営が手を打って、賞の権威が保たれてよかった、日本ジーンズ協議会が望んでいた形ではなど好意的な声が多く寄せられています。また、平野と長瀬の同時ノミネートには、金プリが二人も入るなんてすごい。 少年揃ってノミネートは感慨深いと喜びの声があります。特に長瀬はファッションにこだわりがあり、ジーンズの収集家でも知られているため、ファンの多くがノミネートに納得しているようです。一方で、平野や松本に関しては、ジーンズのイメージがない、本人もあまり履かないという疑問の声もあります。しかし、選考基準は、最もジーンズが似合う有名人。 であり、本人がジーンズを愛用しているかどうかは問われていません。ただし、これまでの悪臭からの脱却がまだ完全ではないという見方もあります。過去には、ジャニーズファンによる投票ばかりという批判もありましたが、選考方法の変更によって意味のあるアワードになる可能性があります。これからの展開に注目です。大変お世話になりました。 最新の情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。